こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。一昨日か、うん、あのかこちゃんのね、うん、かこちゃんとまこさんの、うん、展覧会があってね。はい。うん。青山だっけ？青山。うん。青山一丁目通り行って。うん。うん、どれぐらい歩いたかな。10分も歩かなかったんじゃないかな。うん。うん、いいとこだったよ。便利のいいとこでね。あ、そう。うん。まあ、いわゆるギャラリーというところじゃなくてね、まあ、広いマンションの、うん、一室、うん、隠れ家サロン的な。そうそうそう、うん、そうだね。だからいろんな人がね、うん、あそこに来て、うん、まあ、お話し会やったりとかね、うんうん、している、そういう場所なの。あ、うんうん、でそこ のオーナーさんっていうのはね、うん、多摩出版ってあるでしょ、うん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 、あそこの創設者、うん、瓜谷さんっていうね、うん、まあ、伝説の人がいるんだけどさ、うん、まあ、そこ の娘さんなんだって。ああ、そう、面白いね。そういうご縁だったんだ。そう、うん、まあ、だから紹介してもらってさ、うん、でいろいろ話してたら、もう本当に共通の知り合いがね、うん、まあ、いっぱいいっぱいいるわけよ。そうね、多摩出版さんったらそういうなんか草分けだからなんかね、こういうね、見えない世界とか ね、そういうものに理解があってね。そう、うんうん、まあ、だからそのね、売り店さんって人も、まあ、勇気ある行動をしてるわけよな、うん、そうだよね、うんうん、中川先生もね、新機構のね、うんうん、瓜谷さんとは、親しくて、確かね、下田の合宿でもね、うん、瓜谷さんが来てくれて、うん、話してくれたんだ。あ、そう、いつ頃、うん、どうだろうな、初期の頃だと思うけどな、うん、うん、そんなこともあったんだよ。私が社員になる前かな。じゃあどうだろう、その辺の子ちょっとあれ分かんないけど、うん、下田のであることは間違いない。あ、そう、うん、私が第9回なんで、うん、下田の卒業生だから、どうだろうな、どの辺だったかな、全然それは覚えてないけどさ、うん、うん、なんかある意味だって生き字引だね。すごいね、よく覚えてるね、いろんなことね、よく覚えてるよ。でだから本当に今さ、うん、まあ活躍してる人とか、今のこのこういうスピリチュアルの世界の礎を作った人とかさ、うん、そういう人たちはよく知ってるよな、うんうん、よく知ってるというか、まあ会ったことあるわな、うん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 、うん、そうよね。だからその、まあ、いろんな人の名前出てたよね、昨日その、うん、ね、オーナーの人と話しててね、うん、うん、草場さんのあれもやったっつったよ、東西画の。あ、そう、ね、展示会もやったっつったな。そんな広いとこなんだ。うん、私もフェイスブックでお写真を拝見してる。いやいや、そんな広いってわけじゃないんだよ、うん、ちょうどいい感じ。ああ、そうか。そう、ただみんなこう集ってさ、うんうん、ね、ワイ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 、うん、やったりするにもいいし、うん、そこでお話し会やったり、なんかこう演奏会やってもいいだろうし。あ、そう、うん、そう、うん、うん、そうなんだ。で、あれもこの間ね、うん、肺元気のね、対談でやったのをお会いした堤恵美さんっていう詩人ね。あ、はいはいはい、うん、彼女も知り合いだっていうわけで。あ、そう、うん、まあ、それであなたが知ってる人は中森寿庵さんとかさ。あ、はいはいはい、ね、うん、うん、まあ、そういう、こういろんなすごい顔の広い人なの、うんうん、それからまあもちろんその古い友達の細畑さんね、うんうんうん、彼も多摩出版で頑張ってたからさ、ね、うん、手相見せてもらった？その人は見なかったな。ああ、うん、だからそんなことでさ、うん、まあ、かこちゃんの絵を見ながら、うん、まこさんの絵を見ながらね、うん、やっぱりなんていうの、全然違うタッチの絵だからな、うんうん、そうだね、うん、それがこう一緒に飾られてるっていうのは、うん、面白いね、あれね、うんうん、私もほら京都去年行ってきたじゃん、うん、あの時もすごく素敵だったよ、うん、あそこはこうなんと古いさ、蔵をこう改装したさ、うん、ギャラリーの中に、うん、なんともこうね、お二人でがこう、うん、多分私はほら美的センスってないけども、ちゃんとやっぱりある意味こうちゃんと考えてこう重ねてるんだよね、うん、きっとね、あの配置とかこう配列、うん、広瀬君の時も思ったけど、やっぱりプロの手にかかるとさ違うじゃん。一つのね、やっぱり空間を物語にしていくというふうなね、うんうん、ことがまあきちんと考えられた上でこう位置を決めてるっていうのはあると思うんだよね、うんうん、だ一つ一つの絵が
なんか語りかけてるものあるわけだからさ、うんうんうんね、それがさ、まあ、オーケストラのようにさ、うんうん、きちんとこう調和を持って、うんうんねみんな来た人に語りかけられるように、うん、そういうふうなことはね考えてると思うね。ね、素敵だね、うん、そうだから本当ああいうものは絵はまあ主役あるいは作家が主役、うん、と同時に来た人たちと一つのね、うん、こう共有する場だからさ、うんうんね、場のエネルギーがすごく大事なんだよね。うん、うん、そういう面でね、うん、すごく居心地のいい空間が、うんうん、できてた。まあな、カコちゃんがいるからな、あの人のエネルギーだけでもなんかみんなこう包まれてしまうからな。うん、そういうのあるかもしれないね。うん、そうですか。そう、まあ、思わぬところに素敵な出会いがありましたね。そう。で、カコちゃんからいろいろね、この、脳の話をね、うんうん、彼女も専門はほら理科とか、うん、そっちだからさ、そうなんだよ、理系女なんだよね、うん、そうだから好きなんだよね、そういうこともね。ああ、そうなの。いろいろ脳の勉強もしてて、うん、脳のことをねいろいろ教えてもらったんだけど、うん、まあ時間がないっていうかさ、やっぱりいろんな用事が入ってくるからね、うん、そうね、お客様ね、うん、多分最終日だったから、そう、うん、お客様の方もいらっしゃったかな、途中で終わっちゃったんだけど、うん、まあじっくりとねちょっとその辺の話聞きながらね、うんうんうんと思ってるんだよね。じゃあまずは取材行けばいいじゃん。うん、一回ちょっとね、うん、まあ加古ちゃんの時間ちょっと、まあ、1時間でも2時間でも取ってもらってさ、うん、そういう話をじっくり一回聞いてみたいなと思ってるの。そう、そう、うん、そうなんだよ。で、まあ加古ちゃんと親しい人で、でちょうどそこでもそのスペースでも、話題になったけど、池川先生ね、うんうんうん、体内記憶の池川先生ね、うんうん、まあ、ちょっと縁があってというか、前からもう何度もお会いしてるんだけどさ、うん、久々にクリニックを邪魔して、うん、ゆっくりとお話を、うん、聞かせていただいてきたんだ、うんうんうん、まあ、あの人もねいいね、ニコ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 してね。そうだね。でもさ、うん、ほら今ちょうど手相の教室やってるけどさ、うん、人相とかもね、うん、絡めて私たちは勉強してるわけじゃない、うんうん、そうするとやっぱり顔に出るよね。そう、私思った、ね、そうなんだよ、うん、人生は顔に出る、うん、人生だから脳のシワが手に出るでしょ、うん、手のひらでしょ、うん、やっぱりいろんなその人の人生とか顔に出るなと思って、うん、そうだよ、うん、本当そう、まあね、小渕先生なんて本当にニコ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 したさ、うん、もうふくふくしい顔されてるし、うん、な、うんうん、だからまあいい年の取り方してる人はいい顔してる。初音先生もそうだね。初音先生もそうだよ、うん、そう、やっぱりねこう見ててね、なんか痛々しい顔もあったりさ、うんうん、ね、うん、いろいろいろんな顔があるからね。そうだよね、うん、池川先生は本当にね、こう小渕先生路線じゃないけどさああ本当にそれこそキャラクター作りたくなるようなね、うんうん、催眠の萩原先生もそうよ。萩原先生もそうだな。なんかあの先生こそなんかすぐこうマスコットなフラッシュみたいなさ。そうだよな。なんかなりそうな感じしない、うん、そうだよな。うん、うん、そう。だそういう人はな、結構ね。うん、で、この間言ってた池川先生とさ、うん、三浦先生と、うん、それと野堀先生。あ、はいはいはい。ね、3人でなんかね、拝見しました。イベントやったって書いてある、うん。あれもこれいい取り合わせだよな。すごいよね。うん。で、言って、来年はね、西本先生が関わりますから、つって。ほんと、すごいね。だからさ、ああいう、なんていうの、遊び心のあるドクターがね、うんうん、こう、どんどん増えてきたらさ、うん、やっぱりホッとするわな。そうだね。うん。なんかこう、やっぱりさ、こう白衣を着てさ、うん、こう、なんていうの、かっこいいお医者さんもいるわけじゃん、なんかこう。うん、もちろん、それはそれでいいんだけれども、なんかさ弱ってる時ってさ、うん、私今ほらドクター凛太郎ってドラマ見てんだけどさ、こう弱ってる時ってさ、うん、どういうお医者さんにかかりたいかなと思うとさ、うんうん、やっぱり人間味あるお医者さんにかかりたいなっていうの、私はそういうタイプなんだね。そうなんだね。まあ、人によっては好みがあるかもしれない、もう理路整然とした、うん、カシカシカシっとしていかにもお医者様っていうさ、うん、そういう権威のあるっていうかさ、そういう人が好きな人もいると思う。でも私はちょっと違うな、やっぱ。そうだよね。だからまあ医者もさ、いわゆるまあもうバリバリの西洋医でさ、うん、まあ、ね、俺の言うこと聞かなきゃお前死んじゃうぞみたいなね、うん、ね、カリスマ性のあるというかさ、すごいすごいこう、うん、ね、医者もいるし、同時に今度は徹底的に西洋医学を批判する医者がいるわけじゃん、うん、そう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 、な、だけどね、どっちもね、やっぱしなんかね、恐怖がこう感じる、恐怖を与えられるんだよ。特にあなたはそうだよね。うん、な、うん、やるこう本当に恐怖がある。だけども、ああいう先生方はさ、うん、今名前出た先生方はさ、そうじゃないじゃん。そうだね。
なあ、うん、うん、俺は好きなんだよね。うん、そうだね、うん、そういう路線なんだ。そういう路線だよね。そう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 、だからあんまりね会いたくないよな、あんまり怖い先生には、うん、怖い先生にはな。うん、うん、そう、まあそんなことで池川先生と話しててもね、うん、あの人もやっぱりね、まず体内記憶ってさ、うん、彼はずっといろんな事例を知ってるわけよね。 その中で、まあでも絶対にあるっていう確証っていうか、あれは先生は確証を持ってるけれど、うん、社会的なね、うん、一般的な中では、うん、そういう証拠があるわけでもないからさ、うん、だけどもね、まあ、前世もそう、そういう体内記憶もそうだしさ、うん、まあ、重度の障害者のね、うん、そういう意思っていうのも、ね、思いっていうのもそうだろうし、うん、ああいうことをね、やっぱあるというふうに見れる、うんうん、人生観が変わってくる、世界観が変わってくるでしょ、うんうん、そこがね俺大事だと思うわけ、うんうんうん、だからその伝え方もすごく大事だから大事なんだけど、うん、やっぱそういう今ね頭の転機、うん、考え方世界観の転機が今ね起こってきてるよね、うん、まあてかそうじゃないと説明がつかないというか、そうじゃないとこれから先生きていけないというか、そうそう、だから本当に、ね、そうだから本当幸せって何なんだろうっていうところがね今問いかけられてるよね、うんうんうん、それは本当物質的なものを、ね、うん、を求める幸せもあるんだろうけど、でもそれだけですかって、うん、もっと違うのはあるんじゃないのって、うん、そういうところに、ね、今ねこう意識がシフトしてきてる、うん、そのね加古ちゃんもそうだ、石川先生もそうだ、小木先生もそうだ、うん、ね、ああいうちょっと変わったドクターたちみんなそうだし、うん、他のにもいっぱいいるよ、うん、ね、そういう人たちがさ今ねこう一生懸命そういうこと発信してそれをキャッチしてる人も、うん、随分出てきた、うんうん、だからね、そう世の中がね今本当大きく変わってるね、うん、ところだから面白いんだよね、うん、いいんじゃない、うん、ね、うん、まあそんなことでね、うん、またいろんなことねご報告したいね、そうですね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。